ハイチ王自身での救助活動を行うイスラエル民間防衛軍の救助隊員民間防衛軍はイスラエル国防軍の方面軍の一つとして編成された組織である。民間防衛軍は1992年に前年の湾岸戦争の戦訓を受けて編成された。この戦争ではイラク軍のスカット短距離弾道ミサイルによる攻撃により1948年の第一次 中東戦争の後では初めてイスラエルの民間人、市民生活が重大な危機にさらされることになった。民間防衛軍が組織される以前は、3つの方面軍がそれぞれ広報支援の民間支援部隊を編成、管轄していたが、これらの部隊を統合する形で編成された。民間防衛軍は、軍の後方支援活動、テロ攻撃や暴動からの市民生活の防護、 災害救助活動などを行うことを目的とした組織で外国軍との大規模な戦闘行為を目的とした組織ではない。民間防衛軍は第669戦闘捜索救難部隊と混同されることもあるが民間防衛軍は主に災害等での救難捜索活動を行うのに対し第669戦闘捜索救難部隊は 敵対勢力支配地域での戦闘捜索救難活動を主任務としている。民間防衛軍は海外の大規模災害への救援任務のため国外に派遣された例もある。2010年のハイチ大地震、2011年の東日本大震災には医療チーム、捜索救難チームが派遣され現地での救助活動を行った。イスラエル民間防衛軍の編成図。 ありがとうございます。